当店のえもん抜きの付け方をやります。これが当店のえもん抜きです。広い幅ですので、これを半分にし、背中心のところに当ててみてください。そして開くと必ず真ん中を決めることができます。問題なのはこのカーブです。皆さんこのカーブでお悩みになるようですが、これはこのようにまっすぐ沿うようにつけてくだされば結構です。地盤を着た時に必ず首に合わせてカーブになりますので、まっすぐ下に降りるということです。ではつけていってみましょう。まっすぐですからこうですね。基本私待ち針は使いません。なぜなら指に刺して血をつけるからです。使いたい方は使ってください。一目返します、はい、でこの時に大事なのはこの本体を自分の足をくけ台にして生地が引けるようにすることです。ここに襦袢の襟が透けて見えますから分かりますね。幅をだいたい一定にしていけばいいということです。で半襟をつける前にこれをつけてください。でないと半襟を取るたびにまたつけ直さなければいけないということになります。つけるのは、どんなに針目が大きくても全然構いません。今赤い糸で見えるようにつけていますが、これは普通は白い糸を使ってください。つけるところの幅を整えていけばいいということです。引いてると非常に簡単に針が抜けます。上から刺して下まで抜くのは決して上手なお裁縫とは言えません。横にスライドするようにしてすくうように縫っていけばお裁縫も簡単です。今このように持っていますが、手が中でこうなってます。ここの腹で針を押しています。それによって上手に横にすくい取ることができるはずです。切れを貼るようにして持っていると非常にお裁縫は簡単です。今刺したこの針目を待ち針のように扱って抜き切らないうちに次の目の部分を整えるっていうことをすると待ち針は必要ありません。はい、これで出来上がりです。このままでこの上に半襟をつけて使ってください。ずっとこのまま使えますのでお試しください。